はどうもこんにちは水にゃんです本日のサブチャンネル、1本目の動画になるんですけれども、NHK から国民を守るとより離党した、北区区議会議員の三月慎太郎さんのところに、電話番号がです、ね、悪用、三月慎太郎さんの電話番号が悪用されてるみたいです。で 8月14日午後6時7分、三木慎太郎さんのツイッターによると、お願い、ここ数日、私の相談用の携帯電話が悪用されています、石渡さんという名前を使って、中古自動車屋さんやマッサージ店など,ななどに、資料請求するといったいたずらが行われています。 たくさんの人に迷惑がかかっています。本当に、えー、やめていただきたいですというようなですね、えー、投稿がありましたでまあどういうことかっていうのを、えー、軽く説明するとこどういうことか、えー、説明すると、えー、美月慎太郎さんの、えー、電話番号 これ悪用されているということですね。で、勝手に資料請求のサイトとかにこう登録されてで、そういうところからまあ電話が相次いでるということだと思います。で、まあ、正直ね、NHK から国民を守る党からこう離党して、まあ、こういう嫌がらせが起こっているということだと思います。で、まあ、これに関してはね、まあ、誰がやってるか。 に関してまあこれはねちょっとわ、えー、かりませんけれども、まあ美月慎太郎さん自身はですねまあその刑事告訴、えー、された方がいいんじゃないかなと、まあこれ、業務妨害とかにねひょっとしたら当たるかもしれないので、まあこれ、えー、速やかに、えー、警察、まあ、捜査機関の方にまあちゃんと届けた方がいいんじゃないかなというふうに思っております。 でまあ、正直、ね、まあ、これは NHK から国民を守る党が僕はやってると言いませんでもしかしたら、ね、NHK から国民を守る党の支持者の人が、ねまあ、もうこいつは NHK から国民を守る党、えー、離党したから、まあ、こいつに嫌がらせしちゃえみたいなノリで、ねえー、やってる可能性っていうのも十分、えー、ある、まあ、そういう意味では、まあ、支持者の中には、ね、もうがっつり信者になって でまあ、カルト宗教の、まあ、信者のように、もう組織を抜け出したものであったりとか、まあ、組織を、えー、っと、ね、敵対する者に対して、じゃあ攻撃をしようみたいな、その魂胆、ね、そういう、ね、発想とかに、まあ、至ることも、ね、あるんだろうなというふうに思っております。はい でまあ、正直、ですね、まあ、千代さんのところにも、えー、今、たくさんの、えー、パンフレットが現在進行形で、まあ、送られているということで,で、まあ、こちらに関してはですね、まあ、千代さんが、えー、これ昨年末だったかなでノートの方にね、いろいろ書いておりましたで、まあ、それが真実か嘘そか、まあ、これはですね、えー、分かりませんけれども、えー、現在、です立、ね、花、えー、隆さんと。 千代さんの間で民事裁判が行われ、そして立花隆さん自身が、つい先日、動画に上げていましたけれども、千代さんのことをですね名誉毀損で告訴するということを言っていました、なので、千代さんのパンフレットの件、で千代さんのノートの件に関しては、法廷の方うで争われるというお話になっていますね。 で、まあ、正直言ってですよ、まあ、なんだろう、まあ、嫌がらせする人で正直、まあ、僕は論外だというふうに思ってるし、で、まあ、N 国信者の人とかだったら、まあ、そんなの本当にやめた方がいいと思うよと、で、まあ、これ、結果として N 国にとってマイナスになることだし、N 国のイメージを下げることだから、 まあこうやって落ちぶれつつあるこう N 国党により拍車をかけることになるよというようなことはね本当にまあ言っておきたいなとで、思います。で、正直ね、調べりゃ分かるんですよ、こんなの。もうだから資料請求のこうサイトとかにまあ開示請求かけて、じゃあその誰の IP からやってるんだというのでね調べてみたら、あ、誰かの IP があのゲットできたと。 わかったということで、それをもとにしてね、被害届を出したりとかすれば、捜査機関が動いたりとかして、犯人を特定することができたりとかするわけで、正直ね、ネットでいくら悪さ、悪事をやったとしても、バレるものはバレるんだよというような話でございます。正直慎太郎さん自身がね今現在 まあ嫌がらせを受けてるということで、まあ、それに対してはやめた方がいいと思うし、で、千代さんに対してで、パンフレットを送りつけてるやつとか、ね、これに関しても、えー、絶対やめた方がいいと思うんだよね。これだってもうね、あの犯人が特定しようと思えばね、特定すること、えー、できますからね。 だから、まあ、インターネットっていうのはもう無法地帯じゃないしで匿名性がかなり担保されているわけではなく、えー、もう例えばね掲示板とかでこう悪口を書いてたとしてもじゃあどこの誰がじゃあ悪口を書いてんのかであったりとかどこのこう誰がね、えー、殺害予告をしているのかとかでそういうのとかもね、えー、すぐ分、えー、かります、まあ、すぐではないけどね調べようと思ったら調べられるわけです。でそういう意味ででそううい意味すね 本当になんかね、えー、やってる嫌がらせのこうレベルがね、チャッちーなというふうに、えー、思いました、で、まあ、正直ですね、まあ、その美月慎太郎さんには、えー、誰がですね、えー、こんなことをやってるのかというのを、ですね、えー、ぜひ調べていただいて、でそれ、白日のもとにです、ね、ぜひともえ晒していただきたいなというふうに思っております。 でまあ、正直言って、まあ、千代井さんの件に関しては、まあ、僕自身も、えー、動向を見ていきたいというふうに思ってます。まあ、実際、まあ、千代井さんとね、立、え、花、ー、さんの裁判で、まあ、ある程度ですね、まあ、その出てくるものがあるんじゃないかなと、僕自身は、えー、思っているし、でまあ、民事裁判がいつ開かれるかわからないけど、もしね、開かれる、まあ、その日には、えー、東京地裁の方にまに傍聴に行ってですね、 まあその裁判傍聴もえできたらいいなと思っています、まあ、正直ね、まあ、あの N 国周りの件に関してもそうだし、まあ、N 国のことに関してもえまあやっぱりがっつり取り上げなきゃいけないとやっぱり公当である以上ですね、まあ、我々のこう税金がまあしっかりと使われているということもあるんで、まあ、そういうところですねしっかりとチェックしてですね、まあ、皆さんにお伝えできたらなと。 いうふうふに思っておりますでまあ今後ですね、えー、まあ N 国絡みの動画に関してもねガツガツやっていくしで正直ですね、まあ、玉木新党の方もね、まあ、僕自身ちょっと気になってると思うのででそっちの方もですね、えー、追いたいなということで皆さん本日の動画ねサブチャンネル1本目見ていただきましてありがとうございましたというわけで以上水ニャでした。